建母の神聖を始められた後醍醐天皇で、この後醍醐天皇のバックボーンになっていたのは何かと言いますと、主君あるいは君主に絶対の忠誠を誓うとともに、徳、この人徳ですね、この徳のあるものが天下を制すると教えられている朱子学、まあ、これは徳川家にも出てくるんですが、実はもう朱子学の学もこの頃からもありました。でこの朱子学を熱心に学ばれていました後醍醐天皇は。でこの朱子学にのっとれば、当然主君で君主である自分に対して部下は絶対の忠誠を誓うべし、そして自らは徳を持ってるんだから俺が天下を制するのは当たり前だと、そういう強烈な自負を後醍醐天皇はお持ちでいらっしゃいました。でそういう天皇でいらっしゃったから、領土を設立によって皇位の継承が不安定になってしまいますよね。領土を設立やったらもちなぜか自分の血統は継がれへんと、それはおかしいやろと。でまた朝廷から政治の実権を奪っているように見えた鎌倉幕府の存在も当然許せないわけです。だからこそご自身が幕府を倒すために何度も兵を挙げられてるんですよ後醍醐天皇はね。で結果として建武の新政が実現しましたよね。これは後醍醐天皇にとっては万々歳なわけですよ。でしかしこれ後醍醐天皇にとっては当然のことやと、俺が徳があんねんと、で俺に対して忠誠を誓うのがお前たちやと、そういう考えを持ちやったから、このまま天皇による新政が未来永劫を続くであろうと後醍醐天皇は思い込んでおられました。でも皆さん、そんな現実にあり得ると思いますか？よく考えてください。確かに鎌倉幕府を滅ぼすために足利尊氏の家老、ね、御家人は幕府を裏切って天皇につきましたよね。それで鎌倉幕府は滅びました。しかし彼らは何のために戦ったかということなんですよ。それはね、分割相続が続いて御家人が苦しんでると、そういうのは何の協力もせんかったら鎌倉幕府はもはや当てにならんと。だから鎌倉幕府に滅んでもらう、ただしその後は鎌倉幕府に代わる新たな幕府を作って、その幕府の下で武家による政治をそのまま行ってほしいと思ったからこそ高氏を含めた武士は立ち上がったんですよ。つまりね、後醍醐天皇の思惑と武士の思惑は天と地ほどの差があるんですよ。それなのに後醍醐天皇は建武の神聖において皇族あるいは公家のための政治のみを実行されてるわけですよね。で武士に対しては恩賞のこれっぽっちもない。それでこれまで守られてきた土地の所有権などの武士の権利ありますよね。これも公家や皇族に有利になるようにひっくり返していったんですよ全部。そんなことされたら武士はどう思います？ふざけんじゃねえぞ、こうなりませんか？そう思うのが当たり前ですよね。でこんなことしていることによって次第に建武の神聖に対する武士の不満は高まっていくっていう結果をもたらしてしまったんです。でここで皆さん、私が今までの講座の中でもしつこく申し上げている原則あります。それは何かというと、前の講座でも言いましたよね、平家の政権は何で滅びたんでしたっけ？武士の政権でありながら貴族化してしまったからでしょ。貴族化してしまって武士のための政権でありながら武士のための政治を一切しなかった平家政権だから平家は滅びましたよね。一緒なんですよこれ、建武の神聖。つまりね、いくら武力あるいはその他の手段で世の中を統治することができたとしても、それが当時の国民の理解を得ることができなければその政権は絶対に長続きできないんです。平家による政権もそれで潰れました。じゃあ建武の神聖どうですか？確かに皇室や公家にとってはいいかもしれない。しかしその時の国民の代表的な国民って誰ですか？武士ですよ。その武士のための政治をやってますか？建武の神聖やってないでしょ。ですからこの時も同じこの原則通り
当時の国民の代表たる武士の政権に応えられなかった慶武の新政にはやがて限りが見え始めて、そんな不穏な空気を察するかのように後醍醐天皇から最高の栄誉を受けたはずの一人の武士がやがて慶武の新政に対して反旗を翻すようになっていくんです。